ようございます。アサシャン後の元男の子の青木香音です。やばくない？目つき悪すぎじゃない？ですね、昨日生配信を YouTube でしたんですけども、なんかそこでね、女性のコメントがありまして、最近香音ちゃん化粧変わったから今の香音ちゃんのメイクを見せてっていうリクエストいただいたんですよ。こんなやつに。今私はもちろんメイクしてないわけなので、めちゃめちゃ顔がやばいんですよ。だからこの奥舞台人間のやばめな顔の私が、あと忘れてた、元男の子の私が、なので今日はこの元男の子かつ奥舞台化け物人間の、化け物って言ったら全員的に回しちゃうな、私だけが化け物っていう意味で今言いました。言いにくい世の中。そんな私が今から一体どんな化粧をしてどんな風に変わるのかっていう過程を見せます。普段私はこんな感じにクリックリの目をしてるわけですよ。クリックリの目をしてるのにこんなに目つき悪いのは、これですね、アイプチを普段してるからなんですよ。アイプチをすると普段のカノンちゃんの顔になるんですよね。こうやって目を開くとこういう風になるんですけども、奥舞台なんですけど、こう見えても私はハーフですからね。あー、カノンちゃんって奥舞台なんだって画面の前で今からかっている人がいるかもしれないですけども、私こう見えてもヨーロッパの血が入ってるハーフですから、かっこいいんだよ。ということで今から髪の毛を乾かして化粧していきます。はい、ということで今から化粧していくので青木スタジオに到着しました。まずですね、この青木は目が悪いので土入りのカラコンつけます。ミムコのワンデーツッティアルファ01番の、色は01番のキャラメルソフィー。これをつけるとめちゃくちゃ変わるんだからね。こんな感じですね。女子っぽく見せるためにやっぱりカラコンは元男の子は必須なのかなと思います。やばい、これで人に見つめられたらどうする。あなたのことが大好きです。結構私ね、韓国人風なまりできますよ。あなたのことが大好きです。本当にとっても大直球ですね。いきますよ、ほらこうやって入れることによって顔の色素がキラーン、顔の色素が薄まりました。元男の子は特にメイク時に気をつけることは、顔に色彩をこう足していく足し算メイクよりも、色彩をより抜け感のあるような感じにしていく引き算メイクが重要です。それメモっといてください。今ねあれですからね、女の子になろう証拠の校長、青木校長って言われてるから、ちょっとそういう威厳風を出していきましょう。インチキ校長です。インチキ校長ではない。ではですね、お次は土台作り、下地を塗っていきます。こちらキャンディードールブライトピュアベースラベンダー、はい、こちらをですねまず手に出してもらって、わかんないままではいかないかな。そしてお次はですね、こちらケイトのパウダリースキンマーカーザベースゼロ、これの私はですね00番一番明るいやつをチョイスしてます。人によって肌の色は違うので、これを混ぜるんですね。ちょびっと混ぜて、ほんのちょっとだよ、半分もいかないですね。でそれをこうちょっと混ぜていきます。混ぜていきの、やべ、こっちでのせるべきだった、失敗した。じゃあいきますよ、ちょんちょん、はい、ひひひふうひひふうひひ、うん、こんぐらい、こんなもんでいっか。そんなの塗りすぎちゃうと妖怪おばさんになっちゃいますので、皆さんお気をつけください。私はですねこうやってやります。いきます、スタート。乾かないうちに早く急げ急げ。このね紫色の一つ目のホワイトピュアベースだっけ、あれねいいんですよ。なんでかっていうとすごいねムラになりにくい。はい、下地は完成しました。次はですね、私クマが小学校の時から目立っちゃうので、もう一回このさっきのやつですね、パウダリースキンマーカー、これをまた、こっち学習こっちに出して、これを私はですねクマ消しのために使ってます。ちょびーっと乗っけて、それでこれスポンジでねこうやってこうやって隠すんですよ。よーし、じゃあこっちもやっていくぜ。コンシーラーもいいんですけども、コンシーラーやっちゃうとなんか厚塗り感が出ちゃって妖怪おばさんになっちゃうんですよ、私がやるとね。ほらなんだこの厚さは。もう厚すぎたんであそこにサーキュレーター置きました。次はですね、小鼻と口の横にこのコンシーラーですね、明るい肌色っていうんですか、それを入れます。それを入れることによって顔全体がパッと明るく見えるんですよ。これがですねインステントエイジリワインドイライザー、これカバー力すごいんだよな。もう結構ね長い期間使ってるからちょっとボロボロなんですけど、でここに
何やってんだこうやってチュチュチュンってやってでかばんヒヒ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 平らな方の面でこうやってやるとキラーン。ではですね、お次こちらフェイスパウダーを粉ですね叩いていきます。ケイトのフェイスパウダー A ナチュラルタイプでございます。ブラシでくる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 やっていきます。出してジュン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 ってこうつけるじゃん。で適量をこうやって、これやりすぎちゃうと厚塗り妖怪おじさんになっちゃうから、おじさんじゃなくてあのおばさん、こうやってやったら、私の場合はここ外側に向かってやっていきます。いきますよ。ではですね、ちょっと飛ばしますよ。このケイトのフェイスパウダー塗るシーンはちょっと飛ばし。じゃあ次はですね、こちらを塗っていきます。レブロンスキンライトブリストパウダー N105フェアリーピンク。これをですねフェイスパウダー塗ったんですけど、その上にまた重ねるっていう感じで、ちょっとこう赤めピンク系のやつなんですよね。でこれを塗るとすごいね、顔色がパッと発色良くなるんですよ。発色っていうか健康的に見えるので、またこうやって薄付きにして同じようにこうこうやってねやっていきます。ほら陶器のような肌でしょ自分で。ではですね、ちょっと飛ばします。土台は全て完成しました。こんな感じです。うわ気持ちいい。マジシャン青木のこのデカめテクニックですよ。目つき悪いね。奥舞台を改造していきます。ドンキホーテで買った名もなきアイプチの片面タイプです。これをですね貼っていきます。鏡見ながらじゃないとできないと思う。これさん、に、いち、ドン。これですよ。ここね、ここ眉毛の幅とまぶたの幅短くなったでしょ。このね短くなるのが女っぽくなるポイントなんです。これも神経使いますからね。はい、きたー。じゃあ次はですね、アイプチが終わったので、こちらお高級なマックミネラライズスキンフィニッシュっていう、これマーブル色なんですけど、これを顔の光沢感が出るように塗っていきます。いきますよ。鼻、アゴ、OK。次こちらシェーディング小顔効果です。キャンメイクシェーディングパウダー04番。はい、これをですね取っていって取りのね、ここ置いて、あと顎先にも。ではですね、お次はこちらです。また同じくさっきのやつなんですけども、これを今度鼻にやるんですよ。こうやってさっと、これもねなんかたまに言われるからここで弁解しておきたいんですけども、あれかのちゃん鼻整形したっていう。整形してないですからね。シェーディングを鼻にやることで鼻が高く見えるんですよ。鼻が高く見えることで顔が凹凸感が出るっていうか、凹凸感っていうか、ああ洗練されてるなと思うわけですよ。今やったやつをこうやってぼかすんですよ。スリ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 って。おお高くなった。ではですね、早速目の工程に入っていくんですけども、まず先に私はアイラインから引きます。アイラインから引く理由は後でわかると思うんですけども、こちらのアイラインはヒロインメイクのスムースリキッドアイライナー02番スーパーキープっていうやつですね。こちらをやっていきます。アイラインはね重要な工程なので、私喋りませんからね全く。はい、ということで反対の目もやっていきます。反対の目いきますよ。私のお家芸。ちょっと失敗しちゃったじゃん。動画撮らせるからだよ。動画撮らせるから失敗しちゃったんですよ。どうですか、クリックリの目が完成しました。びっくりクリ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 知ってる、CM 激マズだったけど。ではですね、お次はこちら、じゃーん、蓋が取れちゃいましたけど、セザンヌトーンアップアイシャドウ08番、ハニーブラウンってやつなんですけども、これをですね今からこのブラシでこの上からですねぼかしていきます。まずはこの一番濃い色、ちょびっとです。本当にちょびっとだけでいい。でこうやってさっさと取りの上からですね、二重まぶたのところだけを塗っていきます。いきます。
で今度はね、さっきこう縦筆でやってたんですけど、今度は横です。面積を広くとってチュン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 ってうんってこれね、これでぼかしてってぼかしていい感じになったなと思ったら、またこの上から重ねるわけですよね。それをしかもさっきより広範囲にいきます。ではですね、今度下まぶたいきますね。下まぶたっていうかこの真ん中のオレンジ色をまたシュン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 ってこう取って涙袋にかち込みます。わーわー、いいね。次最後ですよ、これこの一番濃い色をね、また今度ちょびっと取って、本当もうめちゃくちゃ薄くこうぼかして、最後この目尻にいきますよ、いきますよ、入れてよ、え、もう終わり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 、で反対もいきますよ、いきますよ、え、終わり、終わり、終わり、これ、これ、終わり、これ、ほら、ほら、ほら、うわー、なんかいい感じじゃん。眉毛やんなくてもいいぐらいに。私はですね、このラメがお気に入りなんで、こちらクリオプロアイパレット02ブラウンクラッシュってやつのこれね、これね、これちょっと手のひらとって、このキラキラのラメね、このキラキラのラメをここに置いて、はい、光沢感がね出ますから、こうやってではですね、マスカラ、このまつげですね、こちらを上げていきます。ヒロインメイクロング&カールマスカラスーパー WP02 ってやつですね。これお気に入りなんですよ。ブラウンマスカラが好きですね、私は。主張が少ないっていうか。いきます、もうまつげ上げてるんで、いきます。時飛ばし、あとは下まつげ、下まつげいきますね。こっちで完成しました。じゃあ反対は時飛ばし、キラーン、目元は完成しました。あ、完成してなかったわ、目尻ライン引くの忘れてたわ。私が大嫌いな眉毛をやっていきます。こちらです、コントローニングキットアイブロウっていうエチュードハウスのやつです。これ韓国で買いました。時飛ばし、うい、ということで眉マスカラ、眉毛わかんないからもうやめて。マキアージュアイブロウカラーワックス、77番、これで眉積みですね。眉毛に色をつけていきます。どうせ前髪隠れるからね、もうほぼ適当です。前髪、あ、眉毛、眉毛は適当、適当。ではですね、ほっぺのチーク、私はチークっていうよりかはこれですね、3CE の何これ、 EB001 番、これ使ってます。シュルさんに教えてもらったやつなんですけど、このね、こ薄ピンクをうわって取って、こんなこのぐらいね、こんぐらいでぼかして、ここにいますよ、真剣勝負だからね。ここが対角線、鼻下と目尻が対角線になるところにで軽くやっていく、うん、これやりすぎちゃうとパンパンマンになっちゃうから、でここにやっていく。すごい、なんか韓流女優っぽくない？私今。こんにちは、저는일본에서살고있는트랜스ジェンダー YouTuber 青木かのにんみたい、チャルプタカンみたい。私ね、ここにねちょっとチークがついてるやつをこうやってへーってやるんですよ、へーってやって、でなんかうん、いい感じです。仕上げはですね、こちらロム&の07番ジュジュブで、これがロレアルパリシャインオン954、これ重ね塗りしますね。まずは最初こちら、これは薄くやります。いきます、ほらちょっとね、ちょっといい感じになってきたでしょ。もっと薄くします。うん、こうしたらこれね、ロレアルパリを
社員オンしちゃいます。私の場合は、ね、真ん中にグラデーションをやっていくんですけども、暗いなんですよね。これいっぱい塗ります。ほら、もっと塗ります。これ塗れば塗るほどね、トーンが落ちていくんですよ。これ暗くなっていくっていう意味のトーンが落ちるんです。これこうやって塗れば塗るほど、ほら私のパーソナルカラーに合ってきた。これが青木かのんのメイクです。あにょせよ。ちょっとねテカリ強いかな。テカリは私嫌いなんで、マットタイプのやつ今度買おうかなと思ってるんですけど。ということで青木かのんの化粧はこんな感じでございます。結構いい感じでしょ。ほら目が結構大きくなった。じゃあビフォーアフターどうぞ。今から私止まります。どうですか。ほらさっきのお風呂上がりたての奥舞台、完全奥舞台の青木かのんって今どうでしょうか。シェーディング効果もあるし、鼻筋もピシッと取ってるからね。これ今加工してないですかね。ってほらね、ここさっきのね光沢感もつけてるから、ちゃんと顔がこうファッとこうなってるでしょ。よし、髪の毛取ってみますよ。おお、いいじゃんいいじゃん。いいんじゃないな。はい、ということでですね、今日はですね、この奥舞台人間かつ元男の子の私がどれくらい自己流メイクで変化するかっていうのをお届けしていったんですけども、いかがだったでしょうか。完全にやり方間違ってる部分もあると思うんですけども、少しでもこうやってやってるんだみたいな思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。各 SNS のフォローもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。頼めまんなよ。あんにょはせよ。